先月行われた U23 アジアカップで優勝を果たし、パリ五輪の出場を決めた U から23日本代表。本大会に向けてはオーバーエイジや U23 欧州組を加え、招集リストそのものが変わるため、主君のチームは一度リセットされる運命にある。動画、日本が劇的なアジア制覇、山田風紀の決勝弾国ボレオブライアンの PK セーブの映像。とはいえ、 予選で活躍した選手が最初の候補であるのは間違いない。特に大会 MVP に選ばれたキャプテンの藤田ジョールチマは、五輪本大会でもメンバー入りが期待される筆頭候補の一人だろう。藤田の魅力は複数あるが、まずは正確な技術だ。彼のインサイドキックのパスが、味方の勢いを殺す方向、つまり逆足に出てしまう場面を見ることは少ない。 軌道も氷の上を滑るかのように美しいグラウンダーで味方の足元へ届く。ワンタッチも正確だ。U23 アジアカップ準決勝のイラク戦。前半42分に荒木涼太郎が決めた日本の2点目は、大畑歩夢からのスピードパスを荒木の3人目の動きを見定めた藤田から、完璧なワンタッチパスが入った。こうしたシンプルな技術で藤田の上を行く選手は、なかなかいない。また、 藤田はキックの予備動作が小さく、蹴り足の落下エネルギーを使ってコンパクトに蹴るので、タイミングを逃がさないのも大きな特徴だ。その恩恵を最も受けたのが、細谷正宏だろう。U23 アジアカップ準決勝のイラク戦の前半28分の場面では、細谷のプルアウェイを見定めた藤田の絶妙な浮き玉パスが、ストライカーの奮起をアシストした。 通常、使ってもらえないことも多い細谷の動き出しだが、藤田はタイミングを縮めたとっさの判断でも、1、2、ポン。で正確にパスを出せる選手であり、細谷とは理想の関係性が見えた。このアシスト場面に限らず、藤田は FW がさっと顔を出した箇所へ、瞬間的な反応で縦パスを通すことができる。他にも動き出しに特徴のある選手、例えば上田綾瀬やい、